ちなみに1個聞いてもいいですか、うん、マサトさんが現役時代でこういうオファーあったらどうしますか、うんうん、どうすっかな、俺もそれちょっと考えたんだよね俺が30でさ、はい、まあ、2回目のチャンピオンになった後引退するくらいの頃だからさ、ボクシング技術はまあ俺この、ね、くらいの年齢の頃結構自信持ってたから、はい、でしかも相手メイウェザーで引退して7年経った選手でしょ、でボクシングでファイトマネー多分奥を提示されるでしょ、うん、悩むねこれねこたしたかな、どうだろうね、うん、まあでも楽しみな一戦ですね、まあね、うん、いつも話題を振りまくのはすごいよね